ガエンさん。お前合ってるか。いえ、私は合っていない。というか、戦国なでこが神様になったのが、そもそもガエンさんのお札のせいで、なんて。俺に対して言ったように手を引けと。荒木君には言わないでしょう。ただ羽川さんは一度会って、その時に何か嫌なことを言われたみたいだったから、まあ、とはいえ、羽川さんも何かを強要はされなかったらしいけれど。怪奇、もしも羽川さんに話を聞いてみたいというのならば、それは諦めた方がいいわよ。だって羽川さん今海外だもの。ありえないことだが、俺がお前の依頼を完遂できず戦国なでこを騙せなかったパターンを、つまり騙そうという策略そのものに戦国なでこが逆上することを恐れているという意味だと思う。まあそれはなんとなくわかるわよ。それでさっきの話や怪奇、あなたガエンさんから300万円という大金を提示されたのですね。どうして断ったの？それともなんだかんだとうまく立ち回って300万円以上のお金をどこかからせしめる算段でも立ったのかしら。でも本当になんでなの？300万円以上の金をせしめる算段など立てる必要はないだろう。俺はすでにその金を手に入れたんだから。同じ額がもらえるのなら仕事を辞めない。それは子供の理屈だな。そう簡単には仕事を投げ出さない。とはいえガエン先輩のことはもういいんだよ。済んだことだ。同じ忠告を二度する人でもない。だから不思議なんだよ。ホテルの俺の部屋に留守中侵入し、同じメッセージを書いた手紙を置いていったキャッツアイは一体誰なんだろう。封筒なんてドアの下から滑らして入れればいいじゃない。